福生横田交流クラブ、今年で結成以来27年ほどになってまいりました。でこの間いろんな皆さんのご支援をいただきまして、今日まで来ているわけでございますけれども、さまざまな行事を毎年横田との間で、行っておりまして、その中でもやはり最大の行事はこの福生フレンドシップコンサート、これでございます。今回が7回目ということになりますけれども、今日はその演奏を聴いていただきたいと、こんなふうに思いまして、皆様にご案内を差し上げたところでございます。横田基地自体はですね、この間一つは世界情勢がいろいろ変化をしているということがあって、だいぶ変わってまいりました。ご存知と思いますが、航空総隊、要するに自衛隊が基地の中に入ったこと、それから周辺も変わってまいりまして、福生の交流クラブができた時には全く他にはできていなかったんですが、この10年ちょっとで他の6つのクラブが出来上がりまして、今7クラブでそれぞれ横田との関係を市町村ごとに作っていると、こんな感じでございます。それに対しましても、横田基地の皆様には大変いろんなところでお世話になっておりまして、例えば今度の熊本の震災、それからこの前の東日本大震災、これらの中で友達作戦という作戦で大変多くの支援をしてくださっておられます。これも感謝を申し上げたいと思いますし、本来の業務以外のことでこういう形で交流が進んでいるということを大変ありがたく思います。それからこのフレンドシップコンサート、7回目と申し上げましたけれども、これを開催するにあたりまして、福生ライオンズクラブ、ライオンズクラブの皆様方、さらには一般財団法人防衛施設協会の方からも多大なご支援をいただいております。さらに協賛団体としてお手元に差し上げてありますような団体からいろいろとご協力をいただいて、この会が出来上がっております。そういう意味でこれからもいろんな形で皆様方にご支援をいただきながら活動を進めてまいりたいというふうに思います。ただ我々考えておりますのは、人と人が尊敬をし合い、そして交流する、つながる、そういうことの中でしか、だん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 にそれが広がっていくことの中でしか世界平和というのは来ないのではないかと、そんな思いを持っておりまして、そういう形でのグッサー横田交流クラブの活動にこれからもご支援をいただければありがたいと、こんなふうに思っております。今日は実はですね、後ろにおります吹奏楽団、多分21年目くらいになるのではないかというふうに思っておりますが、本業はお仕事別に持っておられますから、夜間と日曜日の練習をしながら20数年やってこられました。大変な歌というふうに私は思っておりますが、でアマチュアでございまして、片やパシフィックショーケース米代表部分のバンドでございます。でも横田におられますので、今日来ていただいておりますが、こちらはプロの方々でございます。それがお互いに交流をして同じ曲を演奏してくださるというようなところも出てまいりますので、それもぜひ皆様方に大いにお楽しみいただきたいと、こんなふうに思っております。一日いたしましても、ごゆっくりとご鑑賞をいただければありがたいと思います。どうも大変ありがとうございます。ありがとうございました。続きまして会場へご覧ください。